ビリー、大曽根店、株式会社ブロンコビリーは、東海地方を中心にステーキレストランチェーンを運営している会社。当ページでは、レストランチェーンとしてのブロンコビリーについても述べる。1978年に、名古屋市北区で開業した、ステーキハウスブロンコを母体として、1983年にレストランチェーンを設立した。現在では、東海地方を中心に、 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県にも出店。1997年からは営業を終了していた名古屋市名東区内の店舗を本社の社屋に転用している。2018年末時点での店舗数は135店舗。全店直営の郊外型店舗で駐車場を完備している。二千十四年度には、 創業以来初めて日本の飲食業界で最高水準の売上高計上利益率を達成した。ステーキハウスブロンコの開業当初からオープンキッチンやサラダバーを店舗に設置。炭火焼きによるオープンキッチンでのステーキ、タワラ型ハンバーグの調理やサラダバーにおける新鮮な野菜、季節料理の食べ放題サービスなどが評判を呼んだ。1998年には 炭火焼きによる調理やサラダバーを休止した上、当時日本の外食業界を席巻していた低価格競争に参入するがメニューの質が低下したことなどで客離れを招いた。さらに主な食材である牛肉を日本国外からの輸入で賄っていることを背景に2001年に発生した BSE 問題で一気に5億円規模の赤字を計上。 株式会社ブロンコビリーは一時、倒産の寸前にまで陥った。創業者の竹内康志港は、以上の問題をきっかけに、経営の軸足を低価格戦略による事業規模の拡大から、顧客に提供する価値の向上へ転換。他では、真似のできないもので客を喜ばす、客も従業員も全て幸せにするという本来の信念に立ち返りながら、 質の高いメニューの提供と徹底的なコスト削減によって業績を回復させた。2007年には運営会社がジャスダックに上場。2011年には東証一部、名称一部への銘柄変更を果たした。当時代表取締役社長を務めていた安志港は自身が保有していた同社株の一部を2009年に現場の幹部へ贈与。 2010年9月には、金属1年半以上の社員と、金属8年以上のパートアルバイト店員を対象に、1名あたり100株を無償で割り当てた。2013年3月からは、代表取締役会長に就任する一方、長男の勝弘を代表取締役社長に昇格させている。現在は、炭火焼きによる調理や、サラダバーを再開させているほか、 各店にかまども設置。通常の業務用米より2倍高い価格で仕入れた新潟県中尾沼群津南町産のコシヒカリをかまどで炊き上げ、顧客に提供している。その一方、年2回のアメリカ研修へパートアルバイト店員を交互に参加させるなど、人材教育や勤務環境の充実にも力を入れている。安志校によれば、同業他社の事例を反面教師として、 売上高の1%以上に相当する費用を人材教育に充てているという。ブロンコビリーアダチ梅島店の跡地、リラクレアダチ梅島店2013年8月5日に当時営業していたアダチ梅島店でアルバイト店員が食材を保管していた店内の冷凍庫に腰の付近まで入った姿を別の店員が写真に撮影。撮影した画像を ツイッター上の自身のアカウントに投稿した。さらに、翌6日に外部からの指摘で投稿が発覚したことをきっかけに、当該アカウントは炎上状態に陥った。バカッター事件の一つでもある。運営会社では、この問題を受けて、店内の消毒と冷蔵庫の食材の廃棄、交換、店員の社員教育の再徹底を図るとして8月6日から、 当面休業をすることを発表。当該店員二人を解雇した。運営会社では当初店舗の消毒や清掃を徹底しながら営業の再開を目指す方向を模索していた。しかし衛生上の問題でブランドイメージを完全に損なったことから顧客の声を聞く限り今後の信頼回復は難しいとの判断で方針を変更。 8月12日の臨時取締役会議で、足立梅島店を完全に閉店することを決定した。この影響で、足立梅島店に勤務していた他の店員も全員解雇。5500万円の損害となり、バカッターに関与した当該店員に対しては損害賠償を請求する姿勢を明らかにした。安志港は、この問題を通じて、 人材が会社の未来を決めることを改めて確信。自身や運営会社の理念が現場の隅々にまで浸透していなかったことへの反省から現場の若手社員の悩みを直々に聞く目的でビールを組み交わしながらの合宿研修を毎月実施している。ちなみに現在ブロンコビリー足立チ梅島店の跡地にはマッサージ店リラクルが入居している。 ありがとうございます。